しい忙しい忙しい何をするかと言いますとですね、じゃん、多肉ちゃんです。さっきですね、急遽明日土日で住宅展示場で風水の説明会やるから、それのお土産に多肉植物のお土産を12個作ってくださいと依頼が来たので、今から作って持っていきます。友達のハウスから多肉だけは買ってきました。予算1個1000円です。儲けがありませんということで、まあ、時間もないからですね、早めに言ってくれればですね、いろいろ用意できるんですけど、こういう時はですね、我らがハンズマンです。あります、これ100均にあるのかな。さすがに100均を使うとあんまりなんですね。そしてあんまりこの白の鉢って好きじゃないんですけど、まあ可愛いかな。そしてちゃんとお皿も買ってきました。お皿があるのとないのじゃね、だいぶ雰囲気と高級感が違うんで、はい、じゃあもうね、早速植え替えていきますか。寒い、ちょっと後ろ閉めよう。はい、よいしょ。ダラダラ配信になるかもしれませんが、皆さんご協力ください。ご協力ください、違うな、お楽しみください。よし、しかしまずは値札取らないとね。いや、でもなんかこうホームセンターも値上がりしてきましたね。ちょっとずつちょっとずつです、ちょっとずつですけど、やっぱ燃料がねこれだけ上がってきてるから、輸入とかね、輸出コストもねかなり上がってますよね。だから材料今からかなり皆さん高くなるんで、早め早めにね買ってた方がいいと思いますよ。ネットかなり僕見ますけど、やっぱ100円ショップもね、本当100円って日本だけらしいからですね。100均ももう100円じゃないやつかなり多くなってきたじゃないですか。普通500円とからしいですよ。300円とか500円ね、あれが当たり前になって、100円ショップじゃない、ダイソーっていう名前だけになるかもですね。ありえないぐらい安いですもんね。うちの近所のダイソーはエアプランツが300円に値上がりしてましたけど、皆さんのところどうです？ついに来たかと思いましたけどね。もともとエアプランツ100円でね売ってやること自体がですね、おかしな話、やば、これ取れない。これも最近なんかほら万引きだったり値札貼り替えねえする人いるから取れないんですよね。これ持ってなかった。ありました、
超絶シール剥がしスプレー、何でもあるぜ。取れるのか。お、取れる。最初かけとくか。違うわ。あ、剥げる剥げる。お、すごい。剥げます。超絶シール剥がしスプレー。万能やの。いや。昨日ね、メルカリ眺めてたら、なんかモンステラの葉っぱとかいろんな葉っぱ、熊本から相当売ってる人いましたね。誰だろう。でもね、葉っぱ5万円とかで買うの意味が分かんないんですけどね。やっぱ欲しいですか皆さん。葉っぱ5万円も出して3万とかね、まあ、1万5千円ぐらいだったらまだね、分からないことはないんですけど。でもあれどうやって持ってるんだろうと思いますけどね。葉っぱにね、3万とか5万出すぐらいだったらね、大きい普通の観葉植物買った方がね、いいと思いますけどね。なんなら鉢カバー付きでそれ以下でね、買えますから、そういう人はですね、鉢カバー付きで僕から3万円ぐらいで買ってください。いいの出しますから。まあ、便乗してね、売ってる人たちがかなりいると思うんですけど、これもなんだ、この皿にも全部ついてるな。生産者の人がね、売ってる分はいいんですけど、やっぱ植物に携わる身としてはね、まあ、転売最近問題になってますけど、素人の方もね、お金儲けになってるっていうのは、まあ、仕方ないのかな。頭いいですよね、目の付けどころが早い人は。よっしゃ、皿まで取れた。よし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 、じゃあ上に変えていきましょう。よし、なかなか可愛いでしょ。よし、これをね、本当はスコット入ればいいんですけど、無理だから、もみもみもみ、よし、はい、ギュッギュッギュー、よし、よし、完璧。1個上がり。いや、これ取れてる。いっか。ギュギュギュ。なかなか土足さないといけないと思ったけど、ちょうどいいですね。多肉はね、このぐらいでいいですよ。このぐらいで。もう根がね、ほら。しっかりついてる。ギュッギュッと押し込むだけでいいです。超簡単。ちょっとね、下に隙間が空いてても全然大丈夫です。しっかり押し込めば、ほら、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よっ、今日はね、このポットを1個持って行ってハンズマンでこの器に、ね、合わせました。だからね、
鉢とサイズが合わないんですよと昨日ね言われてたんですけど、自分の植物ねお店に持っていけばいいからですね。まあ大きいやつはちょっと無理だと思うんですけど、これポロポロ取れるな。あれ取れてない。よよね、お店に売っているものだけで合わせてもこういい値段で売れますからね。1000円です。高い？安い？安いっしょ。ていうかね、植物で合わせたらね、まあ、手間賃がちょっと入るだけで、あんま儲けないですから、ね、まあ、いつもお世話になってるところだから大丈夫ですけど。本当はね値段とか教えない方がいいんですけど、喋っちゃいます。よっ、 よっしゃー。これね、でも明日見に来た人たちとかタダでもらえるみたいだからですね、いいですよね。多肉ね、2年ぐらい前まで僕かなり育てたんですよ。これね、バラしてね、ハウスいっぱい相当多肉増やしたんですけど、やっぱなんかね僕の性格に合わなくてやめました。可愛いけどですね、なんかこう面白みに欠けるんですよね。あれ、ではこのもの伸びずにこのままの状態の大きさならですね可愛いと思うけど、形変わっちゃうじゃないですか。多肉も幸福の木とかと一緒で、一番最初が一番可愛いですよね。この赤いやつやっぱかっこいいっすね。全部名前言える人います？よいしょ、よし。なんか珍しいな。なんか珍しい。初めて見た。ほら。なんだろうこれ。まあ、コンクリート鉢とかに入れてね、かっこよくするのもいいけど、やっぱ白。ね、この白の鉢、かわいいんじゃないですか。よし、完成。はい、こんな感じ。かわいいっすね。ね、こうやってお皿つけるとまた変わりますよね。うん。せっかくだからね、ヤシの繊維入れていきます。
ょっとの手間をかけるだけで随分変わります。うん、やっぱこうナチュラル系にヤシの繊維合いますね。かわいい。皆さんもね、プレゼントとかお友達にするときはですね、この土をね隠す、まあ、これカバー、こうヤシの繊維じゃなくても何でもいいんですけど、ここまでしてあげるとですね結構変わりますよ。気の使い方が半端ない私です。はい、こんな感じね。ちょっとするだけで変わるでしょう。プニプニ。よし、じゃあ今から持っていきます。はい、お家に戻ったらね、ママチワワが袋詰めしてくれました。僕はね、買い物袋言われてたんで持っていこうと思ったんですけど、そんなのじゃダメって言われて入れてくれましたけど、ママチワワにかかれば多肉植物も高級プランツに様変わり。予算合うのかな？まあいいや、お世話になってるからね、喜んでくれることでしょう。はい、じゃあ今から配達に行ってきます。